アゾレス高気圧の1アゾレス高気圧、バミューダ高気圧、または北大西洋高気圧、大西広志高気圧とは北大西洋に向上的に存在する高気圧のことである。中緯度に形成される亜熱帯高気圧の一つでヨーロッパや北アフリカの気候に大きな影響を与える高気圧である。サハラ砂漠や地中海地域の乾燥や晴天は この高気圧の影響下に入ることで起こる。高気圧の中心はアゾレス諸島付近にあることが多い。夏にはしばしばヨーロッパ寄りに移動し、乾燥した空気を西欧や南欧にもたらす。また、西側のバミューダ諸島付近に勢力を拡大することが一年中よくあり、バミューダ諸島付近にもう一つの中心部ができるので、これをバミューダ高気圧と呼び、 北アメリカの気象に影響を与える。これは太平洋での小笠原高気圧に相当する。アゾレス高気圧の南縁ではトロピカルウェーブと呼ばれる上乱が発生することがある。これは大西洋を西向きに進んで熱帯低気圧の元となる。アゾレス高気圧はアイスランド低気圧とともに気圧が変動して北、大西洋振動を発生させている。ありがとうございます。